ではボルドグ風習に騎乗いたします川田優雅騎手に伺います。まず前走阪神大賞典初のコンビとなりましたが、それまでこうライバルとして戦っていたボルドグ風習というのはどのような印象をお持ちでしたか？姉妹がしっかりしているまで、とてもいい走りをしながら、有馬記念まで、有馬記念2着でしたけど、素晴らしい走りをしている馬だなと思って見ていました。そして実際に前走の調教で先にコンタクトを取ったと思いますけれども、調教さらにはレースで騎乗したその印象というのはいかがでしたか？とてもしっかりした馬で、自分の世界観をすごく持っている馬で、その世界観を大事にしながら、こちらがそこに歩み寄るというタイプの馬だなと実感しています。そして前走その、阪神大賞典ですけれども、まず序盤スタートを決めて、後位先端につけましたけれども、このあたり折り合いですとか馬との序盤と の, その関係というのはいかがでしたでしょうか？ゲート出てリズムよく、走った結果あのポジションになっていたので、下げる必要もなく、よりポジションを取る必要もなく、いいリズムで、序盤は走れていたと思います。そして最終的には2着入線となりましたけれども、その後直線の伸びなど後半のレースの内容というのはいかがでしたでしょうか？進路を作れるように、この馬の持ち味を生かせるように、その後のレースを運んで、負けてはしまいましたけど、とてもいい内容で走り切ってくれたレースだと思っています。今回の天皇賞へ向けて、その前走でどうでしょう、手応えや収穫、さらにはこう確かめておきたい部分なんかあったと思いますが、そのあたりについてはいかがでしたでしょうか？もちろんレースで初めて乗りましたので、レースを共に走ることで、全てを理解することができました。そしてこの中間も1週前、さらには今朝と追い切りにも騎乗されたと思います。まず先週の追い切りから伺いたいと思うんですけれども、陣営とはどのようなお話で先週のメニューというのは決められたんでしょうか？前回競馬を使ったことでよくもなっているので、そんなにハードな追い切りはいらないんじゃないかというところで、単走でということを選択して、仮のリズムで追い切りを進めながら、いい雰囲気で一周前追い切りを終えることができていたと思います。そしてその先週を踏まえて今朝の水曜日最終追い切りになります。まず今朝の調教のテーマというのはどのようなところがあったでしょうか？担当の方より、少しまだ体に余裕はあるよという話だったので、軽くなりすぎないように、ただオーバーワークにもならないようにというのを大事にしようというところでした。ハンドで単走で追い切られましたけれども、実際に乗って手綱から伝わってくるその雰囲気というのは川田騎手からはいかがでしたでしょうか？動き自体がまた一つ良くなりましたし、飛びも良くなって、体の伸びも良くなりましたので、前回よりもさらに動ける状態になって、ここまで歩めてるんじゃないかと感じています。そして今日は雨の中での調教ということで重い馬場を走ったと思います。レース当日も今天気予報では雨の予報が出ているんですけれども、乗った感覚ではその道割れへの見通しというのはいかがでしょうか？道割れがそんなに極端に苦になるタイプではないんじゃないかとは思いますが、これだけ長い距離を走るレースですので、そこはできるだけ乾いてくれた方が馬にとっても負担が少ないなと思っています。レースについて伺っていきたいと思います。天皇賞春3年ぶりの京都開催となりますが、先日の開幕週、グランドオープン初めて、レースとして京都コースに乗りましたけれども、その乗り心地といいますか乗りやすさというのはいかがでしたか？馬場自体は素晴らしい馬場でに仕上がっていたと思います。この改修の期間に、とてもいい状態を作っていただいて、馬にとって素晴らしい馬場だったなという印象です。そしてもちろんこのボルドグ風習にとっては初めての京都コースということになります。距離も3200m となりますが、つまりこのあたり距離、コース適正というのはどのような見通しをお持ちですか？そこに関しては、京都の独特な上り下りはありますけれども、それもこなせるタイプだとは思いますし、距離もこうやって走ってきてますので、そこにも問題ないと思ってます。ご自身ももちろん久々のこのコース貴重になると思いますが、今回ボルドグ風習と、今回挑むにあたりまして、こう大切な部分といいますか重視したい部分というのはどのようなところになるでしょうか？まずは何より彼が走りたい気持ちを持ち続けてくれることだと思いますので、レース当日の彼の雰囲気と相談したいなと思います。現時点でこう川田騎手が思うズバリボルドグ風習の一番いいところ、ストロングポイントというのはどういうところでしょうか？すごくしっかりした馬で体力もありますし、トップスピードが極めて高いというタイプではないですが、とてもいい走りのできる、いい飛びができる馬なので、そういうところがレースで生きているだろうと思います。
ではその綺麗な飛び、その走りを存分に生かすような競馬ということになるでしょうか。まあ、彼自身がちゃんと走れる競馬をというところですね。まあ、昨年のチャンピオンですとか、さらにはご自身が騎乗されたこうライバルというのも強力な相手関係としていますが、改めてボルドグーシュとどのような走り見せていきたいですか。まずは何より彼自身の能力を出せないとというところですので、まあ、そこにフォーカスしながら、まあ、その中で他の馬たちとどれだけの競馬ができるかというところだと思っています。では最後に、まあ、この春もう国内外で大活躍の川田騎手ですけれども、初めての天皇賞制覇というのもグランドオープン京都のファンも期待していると思います。最後にぜひともファンへ一言いただけますでしょうか。はい、改修後初めての G1 レースですので、多くの方が注目していただいていると思いますので、まあ、そこでこの馬とともにいい走りができるように準備をしていきたいなという思いです。どうもありがとうございます。私からは以上になります。その他にご質問がありましたらこの時間にお願いいたします。いかがでしょうか。よろしいですか。お一つではすみません、川崎氏、一つ質問がありました、はい、よろしくお願いします。 NHK の高橋と言いますが、4コーナー回収が緩くなっているというふうに聞いておりますが、実際競馬に乗ってその4コーナー回って印象というのはいかがでしょうか。まあ、距離自体が変わったわけではないので、そんなに大きな回収ってほどでもなかったんですが、まあ、実際試乗会で乗った時以上に実際の競馬で乗ってみると、その回収の効果をとても感じるライン取りになっているなというところで、一番の目的としたらミスステップをしてしまう馬が出るぐらいきついコーナーでしたので、その安全面を考慮してというところと、内側の馬がどうしても外側に流れやすくなってしまう、その角度がきついがゆえに、で外は外できっちり回したいので左右からごちゃついてしまうような出口になっていたというところを、その2点ですねをできるだけ改善したいという思いでラインをちょっと引き直させていただいたんですが、本当にスムーズに回ってこれるようになりましたので、まあ、以前のような内から内がバカッと開いてそこから何とか抜け出してくるみたいな、そういう競馬にはとてもなりづらくなったなという印象がありますので、まあ、人馬の安全を最優先にした結果、レースの組み立ても変わるなという印象を持つ4コーナーです。ありがとうございます。ありがとうございます。その他はいかがでしょうか。よろしく、もう一つお願いします。はい、すいません、NHK 大阪の福田と申します。リニューアルされて生まれ変わった京都競馬場での最初の G1 レース、まあ、どんな歴史の1ページを刻みたいか川内直近にお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。僕が刻むというよりも、ここに出走する馬たちが頑張った結果どういう歴史を作ってくれるかというところだと思いますので、まあ、その中の一頭に乗る一人のジョッキーとして、素晴らしいレースになるように、時間を過ごしていきたいなという思いです。よろしいですか。ではその他には、ありませんかね。はい、では川崎氏以上になります。どうもありがとうございました。